こんにちは、ナムです。ポープルプリやっていきます。今回は野獣桃鉄高校って一体どんな感じなのをやってみたいと思います。パーちゃん、そして大和田、友沢、一郎、木地田、桃太郎、サポートに、立花トーマー入れてます。これでミート112、パワー106、そして全ての上限と、あとは新勝負師、新ストライク送球抑えつつ、しっかりとね、パーちゃんで思考の一塁手も一緒にもらっちゃおうという感じのデッキにしてます。まあうまくいくかどうかは全くわかりませんが、一応ガチ育成用にセンスは入っているので、これでやっていきます。招きカローバーです。いきましょう。彼女いねまあどうなんでしょうね。正直結構ね、皆さんからもリクエストありましたし、僕自身もね、結局どうなんだろうみたいなところが大きいので、やってみたいなって思ってました。でタイミング的に、まあ明日なのかな、貧乏神が入ってくるんじゃないかなっていう路線になってると思うので、なんかそういうタイミングでね、やれたら。おお、どうしよう。ひじたから踏むか。まあさすがに彼女評価が足らんと。わー、絶好調カードいらねえ。ハーラーの仙台はなんとかゴールしたいが、あ、いいっすね、守備強いっすね。守備で普通に青強えわ。経験点がっつり入ってきますね。さあ4か2だが4が欲しいぞ。はい、 OK、 ナイス。しかも一郎さん踏みながら、肘田踏みながら完璧。 OK、 近場がいいな。はい、おお、地形めっちゃ近いやん。近すぎた。え、隣じゃない？マジで隣な気がするんだけど。あー、6ゴールできてない。3は出てるのと、エンマ残り2なので、これはもう急行でゴールいきます。3の出具合すごいね。3の出具合半端ないな。オッケー、いいね、ナイス。からのドン。おお、めちゃ遠いよ。今進行形使ったしね。筋力はあえて置いとけばいいかな。途中のね、函館とかちょっと買いたいんで。まあ問題なのはその途中に行く前に39も増すわ。超遠いんだけど。あー、これしょうがないな。3とかあんま進みたくないんですけど。進行形、あー、いらんねー。お、神、それはマジで神。よっしゃよっしゃ、それはありがたい。ありがとう。体力回復も結構来るからな。3とか進んでる場合じゃないんだよね。24行くと、さ、ん？ 2、3、札幌ですか。まあ何を買うってわけでもないですが、印象じゃなくていいかな。体力、まあ持つとは思うけど、まあいいでしょう。技術それなりに湧かないいるので、ちょっと技術は使いたくないなって感じありますけど、300点ぐらいだったらいいのかな。300点くらいだったらいいか。30離れてて、わかないっすもんね。まあ、多分大丈夫でしょう。雑居。カーラーの、あ、6出てないか、マジか。ここで6出てないのは、ちょっといただけなさすぎるわ。6、6でもうゴール入りたいんで、ね、タラレバとかもないしな。マジか、ひど。ここはしっかりきっちりいってほしかったけど、しょうがなし。はい、準急ナイス。神やん。協力する。タラの、6、さすがに、うわ、出てねえのか、マジか。これはちょっとなーって感じですね。いや、さすがにひどいな。ちょっとマジか。1なんでしょうね。1に行った方がいいとは思ってます。
いやちょっとこれはさっきからゴールがひどいわ。稽古からのこれ結構回復したいよね。うん、ありがてえ。めちゃくちゃでけえわ、さすが一郎さん。で6でゴールできました。ちょっと筋力使いたいかな。さすがにちょいっと点数入ってくるよね。400点ぐらいくるかなっていう風に思うんだけど、まあ、来なかった時のためにこんな感じでいいのかな。ちょっと筋力なんとかしたいですね。どうせ取るのはホーム突入か。パワー振りたいなー。ちょっとミート落とすか。まあこんな感じだったら大丈夫じゃない。さすがに500点入らんやろ。入っても400、あーですね、360。青森また近い。あぶね、使いすぎ注意ってやつですね。はい、からの、あー近っ。エンマ残り2なんだけど。 2? 無理やね。ぶっ飛びですかね。はい、41111111ないんか。1でてってててしたかったんだけど、そんな目論見も思いっきり外しましたね。まあもうじゃあゴールしてくれ。精神いきます。もうゴールしてほしい本当に。特性霊からの経験点入ってきて、ナイスゴールからの、おー静岡いいですね、悪くない。やめてー、占いでー。お、絶好調カード、神や。展開いいですね。3319。ちょっと点数はまあまあまあ、ゴールも遠かったんで。なんともですけど、残り10。お、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 あ、5ありますね。うん、これ、守備でいいかな。まあ、筋力、ですよね。まあ、あんまり使わないようにしながらでいいと思いますが。絶好調カード使うか、どうせだったら。どうせなくなるんだったら、まあ、使っとけって感じですか。OK。はい。おお、いいね。めちゃくちゃいい。カーラーの、大打骨入りまして、さすがにゴールできるんじゃないかな。OK。で、稚内っていうか青森からになるのかな、距離的には。青森か、青森は30離れてそうですね。ので経験点ある程度使って大丈夫そうという感じです。あと勝負師先取っとくか。うん、まあいつ大和田が走り始めるか分かんないですし、結構早いんで。あとは、これとこれと筋力ちょい振りか。こんなもんでいいっしょ。300入らんでしょ。寂しいですけどね、投手に比べるとやっぱ経験点がね。197少な。鹿児島からの、買いましょう。買えるだけ、鹿児島なんで買えるだけ買って問題ないですね。火つけなくていっか。笑なだめるでいいや。でムード取っときます。遠いな。38。38。ぶっ飛び系がない。ちょっと振りで一応24、12進めばゴール自体はできないことはないんですけども、12が京都、24だと黄色かな。っていう感じの配置ですね。どうしようかな、行こっかな。うん、さっさと行かないと遠いんですよね、圧倒的に。12で京都で臨床精神っていう感じが、先に休校にしまして、はい。
まあさすがに30離れてて鹿児島だったら帰るんじゃないって感じですけど、ちょっとわからないですね。うん、友沢走ったんでゴールドカードを使うときは気をつけたいですね。24か6進んで次新幹線って感じかな。はいはいはい。かまあ3じゃダメか。はい、6いきます。はい、彼女まだできてないかこれもしかして。はよ、おお、行ったら来るやつ、こっち来て。オッケー、特急カードもう一枚入りました。進行形いい感じ。5ある。新幹線さすがにちょっとゴールをしないと。点数的にもまあ今そんなにないので、これな倍になって 1.5 倍でしょ。400ちょいだと思うんだけどな。そんなにびっくりするほどは入んないと思うんですけどね。まあ多分ですけど、ちょっとマジで慣れてなさすぎて。野手の方、はいはい、オッケー、じゃあナイス。あとはちょっと不景気好景気まだなので、そこは気をつけたい感じですかね。381博多、クソ、京都、まあまあ遠い。京都はまあまあ遠い。からのゴールドカード入りました。まあ、使うんなら、しっかりとスト層を取れる状態になっていることを確認したいですね。じゃないと、もう、走ってるんで、友沢が。はい。で、26か。エンマも26。18進む感じでいいのかな。18進めないや。5だと21ですからね。15だとブルー。ブルーか。ブルー。ブルー。15。いや、青か。どうなんでしょうね。いいのかな。いいのかな。準急使うと残り20になるけど。違うな。15進みますか。15いいか。はい。で、ミートちょい振りして。京都か。メンタルでいいか。はい。うん。残り2ターン。回収ねー。いけるかな、これ。新ストライク送球入りました。で、6、5ですね。鹿児島から来てるので、20離れてねーか。26か。うん、じゃあ点数そんな入んないですね、思ったより。岡山とか勝ってる場合じゃない可能性があります。というか、まあ、ここを行くと残り、1、2、3、8なので、ゴール圏内ではないのか。うん、したら、下げごっちかな。って感じですね。はい。はい。OK。経験点ちょっと漏れるかもね。クリスマスが、おお、このタイミングで出てる。マジか。で、これ入ってきて、結構ギリですね。うん、ですね。で、6出てないと。ただ、準急あるんで、5が出てれば。出てないのか。これひでえな。これは正直出てて欲しかったな。たらればか。たられば。きたー。ナイス。で、ゴールできて、筋力が足んなくて結局買い占めらんないのか。って感じみたいですね。ちょっと使うか。まあ、気持ちで多分大丈夫です。入っても100ちょいっていう感じだと思うんで。マジか、少な。少な。はい。いいんじゃない？ナイス。うん、野手結構買って違いますね、やっぱり。200しかないんやもん。はい。東京。
で、筋力だけ買っといて、買わんとダメか、さすがに。はい、技術集められれば、まあ、東京はね、一発で終われるんですけど、ここは、うちに行くべき。足んねえな、これ。絶対回収めぐり。うわー、てか、はいやそんなゴールある？やめてー、売らないでー。よっ、ケイ。西カード、いらん。最大値上げ。一緒にやらない。最大値これで最大かな ?54。やばいね。さすがにクソ遠いんだけど。ですね、これは、やばい遠いですね。12だと静岡買い占めできて、あーちょっとカードが不足しすぎているな。ちょっとそこで札幌きついな、マジで。補給上げ。今のところ経験点もそんなには出てないので、ちょっとここのゴールの流れがこれだとかなりきついですね。50だもんな。なんか起死回生カード、特急と、いやーないか。ギャレンドとかに助けてほしかったんだけど。で、これ気分転換でいいんよね、多分。練習じゃなくていいよね、多分。気分転換、ちょ、一応調べますけど、調べてはあるので、気分転換ですね。はい、気分転換だと体力回復するの強いよ。残り50、エンマが残り28。エンマ15だっけ ?25 だっけ ?15 かな、多分。じゃあ、待っててもしょうがねえか。呼吸使うか。18、まあ、いっか。はい、呼吸使いまーす。で、ここはここだ。ちょっとここ振りまして、の、ここ振りまして、の、うん、まあ、こんな感じか。はい。で、筋力振りましょう。ちょっとゴール区間の間がよろしくないですね。やめてー、危ねー、怖ー。帰って休む。で、また18進めるので、18で、18でいいっすね。特急使う。で、ちょうどよーく買い占め。タイミング的にはあるから。で、6、2つ、準急で出せれば、まあ、一応、ゴールできんのかなって感じなので、まあ、そういう感じでゴールしたいですね。6、出ろー。6。出ている。いやー、ちょっと函館、回収できるな。これでかいな。でかいけど、先にゴールでいいのかな。準急使います。で、一応決算ももうまたぐので、確認はしておいて。臨床と精神ちょうど入りますね、不足してるところが。まあ、ありがたいかな。まあこんな感じで、そんなに全力で振らんくてもいいと思うんで。はい、さあ、これでもさ、何点ぐらいだろうな。なんか体感的には、7000点ぐらい。もうちょっと出てるかな。あ、で、一応出てますね。9800か。全然出てたわ。意外と。あー、ちょっとここまで来てなんで？ここまで結構苦労してきたんですけど。苦労してきて、不景気なんですけど、どういうことなんでしょうか。準急一応使え、だったら函館行ったわ、マジで。うわ、このタックとかも強いんですけどね、人固まってて。残念ながら、ケーキでどうしようもないっていう。うわ、マジか。あんま使えんやん。あ、困りましたね、マジで。ちょっと何点入るかも不明になっちゃったしな。はぁ。900点いるもんね。100点ぐらいは入るやろ、さすがに。30、まあ、うん、こういう。いやー、ちょっとこれ辛いわ。これはないわ、マジで。
151。いやー、横浜とかもうどうでもよくなっちゃったな。はい、はい、締め、OK。ナイス。からの、できれば東京寄りたいよな。37。はい、28遠い。しかもめちゃくちゃ遠いわ。なーによ、もうちょっとマシなとこに飛ばしてほしかったな。これ別にもうメンタルでよくね、メンタルでよくね、メンタルで圧倒的によくね感強いな。これムード取ってちょっとだけ守備振ろうかな。わー、ちょっともうマジで勘弁してくださいよって感じなんだけど、先に西江カードでよかったのかな。もっと遠くに飛ばされて鉄壁でいいかなっていう飛び方だったんですけど、あんまりうまくはいかなかったです。まあ今は、不景気なんで、今のうちね、解体物件を買えるのが一番いいですが、ちょっといいか。別に今、急ぐ必要ないし。ちょっと買える？買えねえ。何も買えねえ。逆にこれ西行こうかな。もはや。やりすぎかな、それは。さすがに、さすがにそれはやりすぎかな。うん、まあ一応進みましょう。一応準急ゴールして、マジでもういいマジでもういいからゴールして、ゴールして、エンマさんゴールしてくんないと。結構このセクションのゴールマジで全然できてないから、そうやばいよ。名古屋に行きましょうかね。準急使います。いや、メンタルで名古屋行きます。横浜か、精神が多分必要なんですよね。まあいっか、このどうせ買いたいし、ね、もう一気に使っちゃいますわ。はい、カラーの場所替えカード入りました。場所替えは取っておきたいかな。ここまで来たらもう別に最後ゴールされてもいいんで。お、強いじゃん。ようやくまともそうなタック入ってきたわ。まあ最悪ゴールをされてもいいぐらいの気持ちでここ踏みましょう。でまあ6出ればラッキーぐらいの感じですね。はい、まあラッキーにしてほしいけど、ここまでだから。ナイス、キジターブリッツとインコンだっけ、やめてー。オッケーからの6、さすがに出た。ナイス。あー、敏捷すごいね。割と敏捷入りますね。そして一応技術、なるほどね、技術というか精神なんとか足りそうっすね。この感じだったらなんか敏捷がやばいほど多いな。印象と筋力ですね。まあこんなもんでいいか。はい、なんとか間に合った。なんとか、マジでどうにかこうにか間に合ったね。博多、今は景気いいのか、もしかして。からのゴールドカード入りまして、もちろんで、カーラーの30マス離れてただけか。西江カードでいいですね。ゴールドカード使い、西江カード残り4。いやー、一撃ないか。これだったら一撃でなんとかしてほしかったですけどね。6でいいかな。うん、6でメンタルでいいですかね。鹿児島、なんか敏捷点すごいっすね。敏捷点余裕あるな、だいぶ。このように見える。くせでいらん。トラツバくれて。ははは、西カード。トラツバくれて。オッケー。2。2か。なかなか2だとゴールできないんですよね。だけ振るか。
あー、そうですね。新ストライク送球取り。で、メンタル振ります。頑張ったらいけるっしょ。はい。カラレバカード。カラーの、6進めるが入りましたので、プレイしてます。で、ゴールですね。残り4か。300点ぐらい入るんかな、さっきの見ると。って感じなので、まあ、ある程度振りまして。まあ、もうちょっと振って大丈夫。どうせ余るな。うん、まあ、大丈夫ですかね。はい、OK。ナイス博多ゴール。うん、いいですね。はい、名古屋からの、なんか前で走ってるかな。うん、OK ですね。ナイス。なんかパーちゃん見た？パーちゃん終わってんのかな。走ってってないっすね。あれ？いや、ちょっとわからんが。残り2ですね。2はないが。2ないのか。まあ、場所替えでいつでもって感じか。場所替えしよっかな。うん、場所替えするか。さすが。はい。で、まあ、でっかいマス目でちょっと離れたい感はありますが、離れられなさそうなので、名古屋か。名古屋って何の経験点がいる？あと、精神600か。あれば大丈夫。はい。で、ちょっと肩踏んどきます。2が出にくいですね、さすがに。はい。潜在一遇、いいね。まだ好景気もあるし。さすがに出ねえか。まあこれ道草食ってもいいかもしんないけどな。道草食ったらワンチャンね、来るかもしんないな。名古屋からゴールしての流れが作れる可能性はありますね。それはありかもしれんな。にしても便商店やばいわ。本塁生還取ります。高い。ちょっとまあリスクあるかもしれませんが、かけてみてもいいのかなって感じはしてますね。経験点増えるんだったらいいな。離れたい。もうちょっと3なら出るかな。うん、これゴールなんですけど、一旦待ってもいいかなって思った。まあ、うん、どうしようかな。まあ、入るか。結局ね。結局ゴール入るかっていう結論。まあ、6月1週からの開始になると、だいぶ損するので、まあ、しょうがないかなって感じですかね。とりあえず600点残ればいい。600点残ればいいですね。まあ、こんなもんでいいか。臨床点はいらないので、まあ、それ以外は振って、はい。まあまあまあ、いいんじゃないですか。OK。よし、いいね。まあ、体力ももうしんどいしね。まあ、カロリーバー残ってる可能性あるけど、一回も使った記憶ないからね。カロリーバーね。はい、OK。いいんじゃない ?OK。カーラーの、まあ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 。なんともねんかな。ちょっと伸びきってないですね、やっぱり。1万7000だもんね。新幹線入りました。特製してます。で、攻撃来なかったので、結局。まあまあ、良かったかなっていう話と。京都買う？まあ、買ってる間にゴールされそうだけど、ね、今に。まあ、やるんなら西へですね。西に行きすぎる可能性もあるけど、この距離だと。あと14ですからね。14からの左は結構距離感やばいですからね。距離やばいですからね。いや、京都普通に行こうかな。京都の買い占めでいいかもしんないっすね。印象点か。
あとは行きますわ。筋力足りる？ふざけんなよマジで。あれと思って800点ないぞと思って、いやーちょっと今のやりましたわ。カラーのコンピューターに任せます。で、はい、行きましょう。はい、ということで勝てました。貧乏神もねもうすぐ来るんで楽しみですね。カラーのあと8、あと2がいいかな。3いくか。3行って大阪買い占めますか。なんか大阪買えるんだったら結果おらいかって感じですね。マジで大阪買えるんなら結果おらい。オッケー、ありがとう。これ買えなかったらマジで寒いことになったわ。周回で稼ぐ。はー、おーい、それはどう、おーい、しかも大阪におる。しかも大阪におるんだけど、これ離れないとダメなんですよね。一回。ゴールされそうじゃん。マジで、それだけはマジで寒いからやめてほしい。はい。いやー、ちょっとゴールさせて。急行カード。カードはかなり。西いらないかもしれないですね。まあ、6でいいか。6出るしな。うん、まあ、怖いからやめて。で、大和田走りましたね。大和田の勝負師やっぱ走ってなかったっすね。なんか大丈夫かな、これ。大和田学徒。野球で立ち直らせるで終わりかな。はい。で、新証言入って、残り5。まあ、エンマももう1なので、さすがにゴールすべきですね。うん、これか。で、便所店がマジで果てしなくあるので、さすがに開館するか。これでいいでしょう。はい。逆襲。まあ、いいでしょう。はい。で、これゴールしましょう。OK。うん、で、最後、後継機をガツガツ踏んでいく感じで。広島、まあまあいいですね。距離的には。ラブパ入りまして。アヒルネはいらん。ぐーんと増えて残り10。急行カードで5コイン。5。おーい、なんで5ないんだよ、こういう時に。いやー、これはいかんな。強っ。つるよ。いや、潜在地具、いやー、西か。一撃狙うんだったら西カードですけど、西に行きすぎたらアウトですね。西に行きすぎたらアウトですね。いやー、これむずいよー。いやー、4回ゴールしてからな。西に行きすぎたらアウトだな。いや、なんで5ないんだよ、ここで。西行くか。お、8。8って。あ、ちょっとなんか、ずん、いやー、なんで岡山も行けねえんだよ。めちゃくちゃ中途半端っすね。タラレバはあるけど、いやー、青止まりてえよな。さすがに。さすがに青止まりてえな、この感じだったら。うわ、2か、出にくそー。青のゴールドカードも割れました。2出てー、さすがに。なるほど。はい、 OK。 ナイス広島さん。で、まあ、うまいことなんとか行きたいねという話と、広島は、精神とうんぬん。なんとかうまいことやりたいですが、さてさて。コツも、まあ、野手は投手に比べて多いんで、こうなっちゃうのは、まあ、しょうがないって感じか。印象点がマジでとんでもないですね。何点入るんだろうね。
3ぐらいじゃないかな。うん、ですね。はい。うわ、函館か。千載一遇するしかない。函館自体は買い占めしているので、まあそんなに問題はないですね。ここはあと1回ゴールしたいよ。あと1回、2回。2回ゴールしてえな、できれば。はい。4。来たか。ナイス。最強やわ、このカード。で、買い占めてるので、30離れて400ちょいかな、多分。まあ、ある程度というか、もう全振りしといて。はい。OK。札幌とか行ったし、仙台か。仙台残ってんな、多分。仙台じゃない？あ、新潟か。惜しいな。新潟も行ってないのか。おぉ、買い占めナイス。いいですね。素晴らしい。最後にダッシュがかかってきましたが。ユニフォームですか？ 18。 いやー、無理か。新幹線。まあ、青森でいいかな。青ももう止まりきったし。15、16だったらゆかりブルーなんで。あー、これかこれか。ダメ。うん。したら、まあ、ここでいいですかね。点は何だろう。まあ、技術がすごそうって感じか。ちょっと振っとくか。印象いらないので、そこ以外をある程度振りたいですね。こんな感じが。バフィーは一応友達くれんのか。うん。まあ、こんな感じでいいかな。おぉ、結構触れたわ、綺麗。はい。で、ここ行く。いいんじゃない？まあ、それなりにはできたけども、セクさんがね、まあ、結構失速したので、なんとも言えない感はありましたね。はい。おぉ、和田。広角打法とパワーヒー。左取る。パワーヒー欲しいな、大和田さん。大和田先輩、パーヒー欲しいです、私。満塁男。ちょっと高速レーザーとかは置いといて、満塁男欲しいな。満塁男欲しいな。パーヒー欲しいですね。ストーキーだ。あ、筋力、まあ割とやっぱ欲しい。はい。OK。カーラーも、なんか自己デート終わってる？あ、終わってんの。大丈夫ですね。あとはカロリーバーは多分使ってないですね。なので、これ使って筋力を踏んでいきましょう。んで、まあ、多いよな、終わってないのは。あとはパワーヒー取る。で、まあ、各集客ちょこちょこ祭りですよね。って感じのイメージですね、残りは。OK。いいんじゃない？ナイスタック。結構、モンタロのタック、すごいですね。思ったより。シロー先輩はコツめちゃくちゃある。まあ、何かしらもらえればラッキーって感じ。はい。ははくれんか。はい。ということで、いきますかね。技術精神。まあ、精神はもう使えんかな。うん。精神はもうちょっと使うのは危ないですね。なのでいいか。まあ、一応取り切ったっちゃ取り切った。行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。で、また筋力か。まあ、海岸で使えばいいんで、踏みますけど。OK。割とずっと筋力。大和田のメンタルとか踏みたいんだけど、そろそろ。ほねー。一回休むか。一回休みましょう。カーラーの筋力すごいな。4番とか取れそうっすね。キャッチャーどうせ取る。4番取るか。4番、4番、4番。はい。うん。で、まあ、いいっす。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。ナイス。
ハーラーの、おお、打撃、ようやく技術ちょっと入ってきた。で、まあマジで触れるの、ですね、核集客だよなって感じですね。ヘッスラと核集客1ずつか。はい、行きましょう。はい、ございました。 OK ですね。次行きましょう。カーラーのラストターン。お、いいですね。守備で結構桃太郎のコツも何かしら入ってきた。キャッチャーキャッチャーで、一応一番最後に記事だからもらえる金属ブリッツになってると思うので、まあ、そこのポイントも意識はしながら、まあ300、200で振っていいと思うんだけどな。とりあえずこれでいいかな。はい、行きましょう。はい、ということで残念ながら負けました。ただまあしっかりと経験点は入ってきたので、あとはどんなもんですかねっていう感じですね。正直どんなもんだ。カーラーの、29,930 点ですね。3万出ないか。なるほどね。はい、ということで振っていきましょう。はい、ということで振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。 1,2,3,4,5,6,7,8 ちょっと待ってください。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あと規約エットを開眼してます。14になるかな。で、合計48ですね。どんなもんだ。緑持ってるかな。はい、ということで PF9 なので、まあ緑も乗らずっていう感じでした。まあ個人的にはそんなにこのサクセス自体がうまくいったってことではないので、こう参考程度にって感じにはしていただければいいんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっとさすがに厳しいかなっていうふうに思いました。まあもうちょっとね PE3 とか4とかね、なんかそれぐらいはセンスあったのるんかなっていうイメージは持ってたので、まあやっぱり経験点の出にくさ、まあ立ち回りのにくさはあるのかなっていう感じですね。まあエジプトに絶対的に勝てないと思うので、普通にエジプトやればいいと思うんですけど、まあこんな回もね、こういう間に挟んでね、あとはまあ木曜日に貧乏神来るので、まあそこからね、またピッチャーやっていければいいかなっていう感じでございます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。